はい、皆さんこんにちは。 PITS 代表取締役 CEO 田辺です。今日はですね、英会話シリーズ、英語力をつけようシリーズの最終話ということで、はい、わーありがとうございます、ね、はい、で、これ最速で身につく英語力最強の一冊。もともとはね、この雑誌を買いに行ったわけでもないんだけど、偶然見つけたんですよ。英語力つけなきゃなと思ってて、でこのままトイックとか書いてて、でその時頭の中でこういう像なんですね。でトイック受けろって人事からも言われてたんで、ね、海外行ってトイック行ったってはずいから、ちょっとちゃんとやんなきゃいけない。でこの雑誌見たら、実はこの雑誌を買いに行ったわけじゃなくて、なんか教材見に行こうと思ったらこの雑誌を見つけた。でこういうのをセレンディピティって言うんです。セレンディピティ、セレンディピティっていうのは、なんかそれを探してたわけじゃないんだけど、偶然その別なものを見つかって、それによって幸運がもたらされるみたいな、ちょっとした幸運がもたらされる。何でも僕なんか人生セレンディピティだなと思って、それじゃないものを目的にしに行ったのに、何かの拍子になんか面白いことが見つかって、そこが花開いたっていうのが繰り返しなんですよね。だから僕が育てたい人材はグローバル人材を育てたいって言ってるんだけど、多言語グローバル人材を育てたいです。グローバル人材が英語喋れるのは当たり前なんで、そこにもはや市場価値っていうのはあまりない。希少価値はないんだけど、多言語グローバル人材はね、希少価値があるんだよね。なんで多言語グローバル人材のね、価値があるかっていうと、日本語を知ってる人は日本語の美しさを知らないんですよ。日本語しか知らないから。英語を知ってると、なんであとが在留だって感じなの、ね。例えば、I play golf。私はゴルフをしますのに、私しますゴルフって何だよみたいな、関係代名詞って何だよとか、なんか出てきて、日本語っていいなって思うわけですよ。表現の形容詞も多いし、枕言葉も多い、全部英語に変換しようとするとダラダラダラする分なんだよ。あれ日本語って中身ないなって思う時もあるんだけど、なんとなくそういう表現の豊かさがある国の言葉なんだなってことが、まあ、英語だと分かるわけ。でもそれでも英語と日本語しか知らない、そんだけだ。ここでドイツ語を知ると、男性名詞、女性名詞、中性名詞っていうのが出てきて、なんで牛乳、ミルクって言うんだけど、これは女性名詞だってるんだけど、それ考えると日本語に女性名詞、男性名詞はないじゃん。それがあるとザっていうのも、デア、イー、ダス、イーとか、デム、デア、デム、デンとか、漢詞全部変わる。変化させながら。なんやこの複雑な言葉はと思うと、ドイツ人がいかにして言葉のルールを楽しんでるかが分かる。頭いいなと思うよ。だからこういうふうに複雑に物事を考えて解くことが好きな国なんだなってね。日本はむしろその枕言葉をいっぱい言っといて、本質はもう語らない国なんだよね。英語は超直接的だから。皆さんいつもお世話になっております、トコトコ会社の代々です、以上よろしくお願いいたします。で本文なんだったっていう、本文なくてもそれ通じる。海外ヘローっつって、なんとかだね、終わりって、えお前誰っていう名前すら言わない、なんで出だしで This is 何なんて言わないからね、英語で。でしょ、だって分かるじゃん、メアド見たら、シグネチャーみたいなとこあったら。本当にシンプルにドーンって言うね。その、単刀直入で、まとめた、そういうの全部ぼかして、とにかく、いろんな人たちに気を使ったことをやって、本部を取ったこと。そもそも構成が複雑な、ドイツ語。でもめちゃくちゃ頭いいんだろうな、これって思うやつ。そこに楽しみをきっと感じてるんだろう。この、多言語グローバル人材じゃないと、グローバルでは僕はやれないんだろうなって思うから、英語喋れてグローバルじゃないよ、英語と僕もドイツ語だけど、さらにもう一個多面的な見方ができるからで、これはうちの社員になってほしいってだけじゃないんでね、日本人がそうなったらこれがリアルに強いっていう、そういうなんかそういうのをグローバル人材と呼んだらいいんじゃないのって思いますよね、うん、まあこれ見てる学生がいて、大学に行った方がいいかなって、4年で卒業した方がいいかなって思う人がいたとして、経済的な余裕があったり、家でもしそういった環境が許すんだったら、絶対に大学に行ってなさいと間違いないです。これその2年間で経験できることがやっぱり多いし、学科発展もあるし、ちゃんと真面目にできる人だよ。それもさっきの自分を律することができなければ2年間無駄に過ごしてはいけないんだけど、その2年ってでかいよね。だから僕は就職の説明会とかに行ってもまあ、って言われたら、2年経ってからちょっとおるよと、だから2年ずっといた方がいいって言われたをしています。
これも手術のここに乗ってる方が全部ベストだと思ってないですよね。自分に合うやつを探さなきゃいけないから、その探すことをしてるかっていう話で、僕が今日紹介したのもだからこれ本当にいいわけじゃなくて、僕にとっては良かったけどねっていうのを一例として紹介をしたので、僕が今日みんなに知ってほしかったのは、何にしても取り組むときっていきなりやるんじゃなくて、こういう戦略を立ててやりなさいっていうことが本当に大事なんです。これがね大事なのよ。そうやっていろんなことに取り組んでる人はちゃんと取り組んでますね。小林さん、はい、ということでありがとうございました。皆さん今日はありがとうございました。